身振りさんに合わせて動きましょう。3、2、1、はい。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。太ももからお尻にかけてのストレッチです。ラスト1回。はい、その調子です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。くるぶしを上げるときに息を吐きましょう。ラスト1回。はい、OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。足を出すときに息を吸い、戻すときに吐きましょう。つま先はまっすぐ前に向けましょう。ラスト1回ずつ。はい、いい感じです。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。下を向かずに前を見るようにしましょう。反動をつけすぎないように注意しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。
それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。右足を前にして足を交差します。体を前に倒し左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。そのままもう少しキープしましょう。体を起こし足を入れ替えます。反対側も伸ばしていきましょう。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。左膝を曲げ体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。腰を反らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。足を開き膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて左の股関節を伸ばしていきましょう。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。膝が内側に入らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。体が硬い人はかかとが浮いてしまっても大丈夫です。ゆっくり体を戻します。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾けお腹を伸ばしていきましょう。膝は軽く緩める程度に曲げましょう。ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。